皆さん、こんにちは。マーティン、ダーのミラクルボーイ、キングたくです。私の公式チャンネル、今日で4995回目です。あと5回で、偉業達成迎えます。今日は時計の今昔物語。現在はクォーツ時計、いいですね。最新で、まあ、水晶振動子。まあ、振動が起こるそうで。まあ、モーターによってもあります。はい。一番昔の古い機械の時計はパリですね、フランスの。1370年頃に作ってる今までに古い時計です。世界初の振り子時計は1657年オランダの博士が発明したそうです。徳川家康の時計が1581年にスペインで作られております。はい。日本で最初の腕時計はまあ成功ですね。はい。ローレルを作ったそうです。1日に30個しか作れなかったというんです。今は工場によって多く作られております。はい。というわけで時計の今昔物語いかがでしたか？以上です。バイバーイ。